降ってます。足元を気をつけて待ってください。さあメンバーが揃ってまいりました。どうぞ出港に先立ちまして直行系安全上のご注意です。ツアーが終了するまではお席にお立ちにならないように、それからボートから手足出さないように、また船内でのフラッシュ照明を使用した撮影はご遠慮いただいております。では右側安全バーが下がってまいります。席替え席移動ここまででお願いします。そちらのお座席でお楽しみください。フラッシュ照明を使用した撮影会に温度から熟成、はい、出航を許可します。気をつけてババグって、はい、了解。それでは後ろのフロアツアーの船長さん、皆さんに手を振っていきましょう。行ってきます。バイバーイ。では行きましょう。出発進行。さあお待たせいたしました。改めまして皆さんこんばんは。ハーバーツアーへ、私ツアーガイドを務めます若すぎと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。盛り上がっていきましょう。では皆さんご存知でしょうか、1975年、ここアミティに巨大なサメが現れ、人々は次々に襲われました。この話をもとにスピルバーグがジョーズという映画を作り、この街一躍有名になりました。では皆さんも映画にゆかりのある場所へとご案内しますね。一応はい、へえ全然いますけれども、まあサメがちょっと待って、アミティ3どうした、ボートの下襲ってきたって。おいアミティ3、アミティ3、アミティ6から本部へ。今の聞いた、こちらも受信した、君たちの船のすぐ近くからだ。すぐ近く、途中のアミティ3からの遭難信号らしい。遭難信号、その付近を捜索してくれ。こちらはブロディ所長に連絡を取る。オーバー。了解。まあきっと何かの間違いでしょう。私たちはこのまま楽しくツアーを続けましょう。さあところで、アミティ3、アミティ6から本部、アミティ3が沈没しています。場所は灯台のすぐ近く。まさかサメを発見。ちょっと本部、アミティ6もう一度頼む。サメだって、まさかボートの下に潜った。どうしよう本部、しまった。そうだ皆さん、ボートハウスに逃げましょう。ここならもう安全なはずです。本部こちらアミティ6、ボートハウスに来ました。すみません、誰かいませんか。あいつだ、あれ、ギアが入らない。ちょっとこんな時にどうなってる、早くかかれ、このポーズマス。
三井住友カードプレゼンツアミティハーマンツアーにご参加くださりありがとうございます。